ガオー浜田山虎の子不さんです。こんばんは。今日は1995年、井上春美。当時は、まあ、タレントブームの中心的存在で、1億円の保険をかけていた彼女ですが、この後、坊主頭になるなんて誰が想像していたでしょうか。現在は東京を離れ、故郷の熊本県で暮らしています。 照りつける日差しの中、汗だくで駆け込んだ居酒屋、おしぼりで汗を拭い、壁にかかる水着姿の美女のポスターを眺めながら、長ビールをごくり、小手の真夏のおやつだったはずですと。それでは、お先に失礼します。